はい、検察官です。あ、わかりました。ちょっとお伺いしたいですけど、監察官の部署っていうのは監察官になるんですかね。監察官。はい。はい。あ、じゃあすいません、監察官の方お願いします。どういったことで、警察の問題で。警察の問題。はい。まあ、ちょっと直接はお伺いできないので、その前に県民法相談課というところでお話しいただきます。県民法相談課はもう以前から相談してます。はい、で、ダメなんで監察官の方に。こちらからちょっとお伺いできないんですが、少々お待ちください。はい。もしもし。はい。はい、何がありました？あ、これはどちらに繋がったんですか？ここは県民候補相談課ですが。あ、そうですか。監察官をお願いしたいんですが。監察官はどのようなことでしょうか？直接はお繋ぎできませんので。警察の問題です。ですから、どのような内容でしょうか？どのような内容？すみません、お名前は？県民候補相談課の茨城と申します。はい、茨城さんですか。宇都宮中央警察署の問題です。はい、中央警察署の問題と言われますと、ちょっと分かりませんが。分からないんだったら、じゃあ調べた方がいいんじゃないですか。どのようなことでしょうか。だから、それ、茨城さんの話だって、中央警察署のことっていうのは、皆さん知ってますよ、そこで。いや、皆さん、ちょっと分かる。ビデオカメラで盗撮されたんですよ。なんでしょうか。それ自体はすでに回答した通りです。だからあなたに言っても無駄でしょって言ってるの。だから監察かって言ったの。ですから、すべて同じになるかと思いますが。また同じこと言ってんの。また前と同じこと言ってんのよ、茨城さん。どちらのどなた様でしょうか？わかりますよね、茨城さん、茨城高尾さん。はい。監察官お願いします。監察官にはおつなぎできません。バカにしてんのかね。はい、失礼いたします。